はい、皆さん、こんにちは。アメリカ街です。本日2発目の動画はですね、ちょっと面白い記事見つけたんで、読んでいきたいと思います。インドの話です。村民は、マッチョだらけなインド最強の村と、貧困脱出へ、筋肉は裏切らない。聞いたことありますね。ちょっと読んでいきます。ですね、男性の多くが筋力トレーニングに日夜励む、そういう村がインドの首都ニューデリーの近郊にあるらしいんですよね。それで人々はインド最強の村との意味を取ってるらしい、意味を言ってるらしいです。まあ、そういったね、肉体を鍛えることで 村人たちに食が生まれるためだと。まあ、それすら後ほど言いますけどね。まあ、本当に筋肉は裏切られない、まさに地で行く世界がインドにあったと。なかなか面白いこと書いてますね。どういう町かというと、ニューデリーから車で1時間ほどの村、アソラ・ファテプル・ベリ。人口4000人程度なんですけども、まず午後3時過ぎると若者たちが続々と集まって、運動施設でこうやるらしいんですね。運動し始めるらしいんですよね。まあ、30人程度はさまざまなトレーニングを行って、それで、みんな体を鍛えることを愛してると。何よりも生活のためなんだと。いやー、生活のためだとも言い切ってますよね。なんでかというと、まあ、筋力を鍛えると、食が増えるんですよね。どういう食が。まあ、考えると、まあ、面白い。まあ、面白いと普通かな。警備員だとか、あと、まあ、いわゆる、用心棒ですね。用心棒とか警備員。あれも力いりますからね。なんで、その食が結構、その食の需要に結構、こう、ありつくことができるらしいんですよね。それ、まあ、いわゆるナイトクラブやレストランでの用心棒や警備員として職を得ることができるらしいんですよ。そういうことによって、まあ、村人の収入は約4万ルピアらしいです。6万2千円と。まあ、近隣の平均的な労働者の倍だという、らしいです。で、現在では、村出身者で仕事を融通する筋肉ネットワークも構築されてるらしいですね。まあ、村人を指名しての求人もある。そういう筋肉とかでなんか名を馳せた人がいるんじゃないですか。なるほど。まずは用心棒や、警備になると。それからまたさらに一歩上に行って、俳優にもなってる人いるらしいんですよね。なるほど。屈強な男優を求める、ボリウッドですかね、インドの場合。ボリウッドの熱い求人の場となってるらしいです。用心部や警備員、それからまあ俳優と。で、まあかつては貧しくて、病院に行く金もなかったが、今は病院が必要ないほど健康だ。なるほど、健康にも良くなったと。そしてみんなハンサムだろ。すべて、鍛錬の成果だと村出身の警備員、ラジュさん、30歳は話したと。なるほどね。そうか、鍛えると、やっぱり、まあ、免疫力つくんで、まあ、病気にも なりにくいってことでしょうね。多くの村民は、生活が安定すれば、将来的に教育が回せる資金が増え、貧困から脱出できると考えてる。そうした流れがうまくできればいいと言った上で、そのためにはまず体を鍛えるのがベストだろうと、その、シンさんは、コメントしました。で、腕立て伏せに臨んでいたと。体鍛えないから、インタビュー答えたんじゃないですか。どうなんでしょうね。体鍛えることが、まあ、正義なのか、筋肉が裏切らないのか、どうなんでしょう。ただ、筋肉を鍛えることによって、労働的な、肉体的な労働の職を得ることができる。それからまたステップアップして、俳優になる。で、まあ、いろいろ、まあ、そういうふうなことによって、まあ、お金を、まあ、村に還元してるのかどうかわかんないですけども、そのことによって、まあ、教育を受けるチャンスも人々に多く与えられると。いい循環ですよね。筋肉を裏切らない。なるほど。そういうふうなことですか。まあね、日本でもまあ、なんていうかな、ジムに通う人、いますけどね。私もまあ、ジムに通うかどうかちょっと悩んでた時期もあります。今もちょっと悩んでます。ただ、時間的にどうかなっていうのもあるし、飽きちゃうんですよね。1ヶ月だけで終わっちまうケース、今までに何回かあったんでね。また今回、また今後もね、
やっても、なんか続かないかなって感じはあります。まあ、とりあえず、まあ、この、まあ、筋肉を鍛えて、筋肉を鍛えてることによって、まあ、成果が出てるんでね、実績があるんで、これからもどんどん、まあ、鍛えてもらいたいですね。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。